これは俺が俺であるための記録。面白くなきこの予報の白く20210617。また一つ年を重ねた、また一つ死が近づいた、また一つ生まれた時から遠のいた。明日死ぬかもしれんからな、今日ぐらいは振り切って楽しまんとな。家族、子供、嫁全部置いてリスク背負って遊びに来たんだ。いや、どうせなら全部置いていこう。いや、どうせなら全部置いていこう。俺が歩んできた35年間、どうせなら今日ここに全部置いていこう。俺だけじゃねえぞ、明日死ぬかもしれんのは。振り切ってなんぼ、毎日忘れがちだけどな。明日もしこの世界が終わっても今日まで生きた証は残るだろう。生きる意味を形付けたもの、それは形のない情熱だろう。やってここまで来れた、まだここまでだ。人としの狭間、しかしからさなか、ある日の答え見つかりそうにない。それが答えなのかもしれない。出会いや別れと出会って別れた、近づき遠ざけ繋がり離れた、後悔や挫折宝に変えた。限りあるライフ時は流れた。今があるのは過去があるから、それだけじゃない。今があるのはあの日あの時あの場所でこれを選んだ俺がいたからだ。今彼と時間、夢と不安、光と影、思い巡らす。一体何が自分を満たす、実際何が心を満たす。笑われて捨て腐れる、バカにされてスケーツが減る。でも笑われても夢はつかめる、バカにされても歩き続ける。今目の前にあるこの道は、例えば誰かのためのものなのか。俺はここにはいない、それだけは確か。二度とないライフ、理想と現実に挟まれる時は、自分が自分じゃなくなる時は、これがあったからここまで来れた。これさえあればまだまだいける。誰がなくても心はガラさない、一歩下がっても二歩は下がらない。世間の流れ、夢は流さない、離さない、渡さない、変わらない。好きなこと以外やりたくねえ。社会不適合者、目の前を描写、天国地獄二つに一つ、三つ目を探すエクスプローラー。適当っていい、だけどそうなるな。ゆっくりでいい、誰も止まるな。自分自身にそう言い聞かせる、大丈夫、導かれる。光るボールパイ、静寂の中不安と期待、今知るから感謝に探せ。生きてく意味を、過ぎてく日々の意味を、今日ここで。10年以内のリンデのライブ、yeah、そして3年ぶりのマサトの再会、上がらねえわけねえだろうが。そして何より緊急事態宣言下の中、こんだけの人が集まってるこの奇跡、出しようぜ。あんなもん政府の張ったりだよ。まあ言いたいことはありますよね、いろいろな。ぐっとこらえて心の中に押し込んで、ぽっかり開いちまった穴とか、誰も何も関係ねえやつの心の穴を開けたりとか、そういうの繰り返しながらアートは生きていくんですよ。アートは輝いていく。猛威を振るう前、ありがたいことに地元以外の土地土地いろんなところに呼んでもらってました。その土地土地で出会ったかっこいいやつら、今でも前面です。ただそれ以上にダッセーやつもいっぱい見てきました。なめとんのかお前、どういう気持ちでライブやっとんねんみたいな。若いやつも特にいろんな大阪とか、俺の地元の波形像が全然かっこいいぞ思いながら、そういう日々を過ごしてました。でコロナが始まって、そういうやつらは一切聞かなくもなったし、見なくもなった。結局そういうもんでしょ。やってるやつがかっこいいんですよ。何かもがきながら必死に、自分の何か一つだけ、音楽じゃなくてもいいや、生きる上で何か一つ信念を持って何かもがいてるやつらが残るんですよ。形に何か残したりとかね。結局ダセやつはいつまでたってもダサいし、まあそういうことをね、ほっときゃいいんでしょうけど、俺は性格上そういうのほっとけねえし、曲にしてなんぼじゃないと思って、俺は自分のヒップホップをやってます。そういうやつらにねえ、で嫌われるんですよこういうタイプは。いやかっこよすぎだろ、かっこいい。安倍さん、そして菅さん、ゆりまささん。
Oh, boy.